皆さん、こんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、集客したい、満席にしたいと思っている教室の先生が一番最初にしないといけないこととは、ということについてお話をしてみたいと思います。通常ですね、教室を運営していく上で、集客であったりとか、あと場合によってはですね、満席にして、人気のある教室にしていきたいとか、いろいろと事情と理由はあると思うのですが、それをもしもやりたい、実行したいというふうに思った時にはですね、一番最初に考えなくてはいけないことがあるんですね。で、今日はその先生が主に集客をしたいというふうに考えた場合に、一番最初にしなくてはいけないことは何なのかっていうことをお伝えしたいというふうに思っています。はい、ではですね、本題に入りましょう。まずですね、先生が一番最初にしなくてはいけないこととは何だと思いますか？SNS で発信をするのかとかね、コンセプトを作るっていうこともね、もちろんそうなんですけれども、一番最初にしなくてはいけないことっていうのは、ズバリですね、その生徒さんないしはお客様がそれを今一番欲しがってるかどうかを知るっていうことなんですよね。対象となるお客様が一番それは今欲しがってることなのかどうなのかっていうことを理解する。で、ここでもう一つポイントがあるのが、今ということが非常に大きなポイントになります。今っていうのは過去でもなくて未来でもなくて今なんですよね。その今と、ご自身の集客活動の内容っていうのが合致してない限りはですね、人っていうのは、購買サービスを買うとか、レッスンに来るとか、その決断をすることができないですよね。だからこの今のトレンドがずれてしまっている場合には、まず集客もできないし、満席にすることができない。だから今一番欲しいものっていうのは何なのかっていうのを知る必要があるということなんですね。で、このお話をする上でですね、じゃあ最近の今っていうのは一体どこにトレンドが来てるのかっていう、ちょっとその社会背景みたいなものもですね、ちょっと合わせてお伝えしていきたいと思うんですけれども、ショッピングっていうものをですね、どういうふうに捉えるのかっていう話にもなってくるんですが、皆さんおそらくこの動画を見てくださってる方っていうのは女性が多いかな、男性が見てても構わないんですけれども、女性が喜ぶような、集客をしたいような、そういう商品とかサービスを売りたい方っていうのがおそらく多いのではなかろうかなというふうに思うんですけども、女性はなぜ買い物をするのかっていうことなんですよね。もちろんですね、生活必需品を購入する上では、それはないと困るから買うっていうものはありますよね。昔からよく言われている消耗品と呼ばれる洗剤であったりとか、ティッシュとかっていうのは、基本ないと困るから買うみたいな、そういう商品なので、この段においてはショッピングを楽しむというレベルの状態ではなく、必要だから買うっていうことですね。だからニーズがあって買うっていうことですね。ワンツーと呼ばれる、欲しいと思って買うものっていうのは嗜好品とかであることが多いので、それが生活に直結しないものとかも買ったりするわけですよね。私も一応これで女性ですのでですね、それなりに服とかも買ったりとかしますけれどもね、何かしらそういうその
超素敵な高い服じゃなくても、服なんていうのは、ね、体を守るため、ね、まさか裸で外歩くわけにはいかないですからね。その寒い暖かいに合わせた、まあ、ものでいいっていうことであれば、はっきり言って T シャツ短パンでいいわけじゃないですか。その身でくれがどうのこうのとか関係なくて、体の身体を覆う布という位置づけにした場合には多分それでいいはずですけど、そうではなくファッションとして自分を自己表現するためのものっていう、まあ、今日もね、例えば、まあ、こんなスカーフ、ね、柄がちょっと派手な、強いストロング系のスカーフとか巻いているわけなんですけど、まあ、黒単色だとこんな感じでね、寂しい状態になってしまうので、ちょっとスカーフ1枚動画でしゃべるし巻いときましょうかっていうことで、まあ、やってるのが、まあ、こちらなんですけれどもね。そういったファッションっていうものに関して言うと、その嗜好品である、要は単なる体を布とかいうレベルを超えた 価値があって、でそれ自身がその人を喜ばせるとか、まあ、ワクワクするとか楽しいものであるっていう観点において洋服を買う女性というのは多いと思いますね。私はそんなに激しくバッグとか化粧品とかそういうものを買うタイプではないのですが、そちらが好きな方は当然そちらの方に行かれますのでね。要はその買うという消費行為自体も、必需品を買うというものから、その欲しいというも欲求ないしは、表現するためのものを買うというものに、まあ、時代が変わっていった背景が過去から今に向かってですね、あった部分があります。そしてさらに、まあ、今後の予測値っていうことを言っていくと、そのショッピングの中にその面倒くささとか、まあ、ひと手間とかですね、そういうものを、まあ、省きたいという傾向が世の中にある状態になってきちゃってるんですよね。例えば私も非常によく買っているんですけれども、通販ですね。通販いまだに怖がって買わない方とかも、まあ、いらっしゃるんですけれども、慣れた方はやっぱり相当便利なわけですよ。家にいながらにして、ほとんど欲しいものを言葉でキーワードで検索をして、その機能が理解できれば、あと値段を比較してポチッとすれば買えてしまうわけですよね。特にアマゾンなんかは、まあ、その消費者の行動とか、そういったものを非常によく把握しているから、レコマンドとか下の方に出てきちゃったりすると、ついで買いとかやっぱりしちゃいますよね。コンビニとか行ってレジ横にあるものを、やっぱ最後にあそこの横待ってる間暇なんで見てしまうから、やっぱ買っちゃうんですよね。っていう、まあ、そういった、まあ、消費行動の一個で、まあ、そういうこんなのおすすめですとかレコマンドが出てきたりとかですね。ワンクリックでもうポンってやったら、選んだクリックで「はい決済」っていうこの2クリックか、このレベルですぐ買い物ができる。電子書籍に至っては確かワンクリック決済とかもスマホだったらあったと思いますね。ピッてやったらすぐ決済みたいな。それぐらい手間を省くっていうことに、アマゾンなんかの通販とかはものすごく徹底したその動線を設計しているわけですよね。だから通販がものすごく流行ったことで、どういうことが消費行動で起きたかっていうと、面倒くさいものを、まあ、手間を省くという、その文化が根付いてしまっているんですよね。宅配ネットサービスの、イオンとかもそうですけれども、お年寄りとか階段があるような高い住宅とか、まあ、本当は歩いた方がいい場合もあるんでしょうけど、重たいものとかはやはりどうしてもお野菜とか、なんかお水たくさんとかっていうと、ネットスーパーとかで買って運んでもらうと、それしなくてもね、自分が手に入れることができたりとかするので、まあ、そういったサービスも普及するようになってきてますよね。あと、ウーバーイーツとか、レストランの料理とかも家まで持ってきてくれるとか、あとは、レンタルビデオっていうのがね、昔ありましたけれども、ツタヤさんとか今どうなっていってるのかっていうのはあれなんですが、アマゾンのプライムとかでもそうですけど、定額課金のサブスクリプションって言われる見放題プランとかがね、結構今普通に月額会員で
やられていますよね。そういったものがどんどん増えていきます。ネットフリックスとかもあるのかな。そういったこう面倒くさいを省くサービスがどん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 進化していってるんですよね。なので私も本当にアマゾンもよく使うし、あとヤフー、楽天もまあまあ使いますけれども、なんでそこを多く使っちゃうかっていうと、メンバー登録っていうか知ってるから、本当に欲しいをやってレジに入れたら、そのままポッポッポって決済が終わっちゃうから、やっぱそこに行っちゃうんですよね。新しいネット通販とかだとまず登録してくださいから始まるじゃないですか。あれがめんどくさいから、もうその店でしないとどうしても買えないっていうもの以外は、楽天とかアマゾンとかヤフーで似たようなものがあったら、10円とか20円、100円レベル高いぐらいだったらもう登録してある方で買っちゃいますからね。そういった感覚で今世の中はですね、こう面倒くさいを省いた商売っていうのが台頭していっているわけですよね。そうすると店舗っていうのが基本どんどん、店舗で買えるものがネットで買えるものはどんどん減っていくし、まあまあ人件費も削減できるからいいのかもしれないですけれどもね。でそれを結局百貨店とかがだん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 廃れていってるのは、ネットで販売しているようなものと同じようなものがそこに売られていると、買い物そのもの自体を楽しめる環境でない限りはその店に行く必要がなくなってるからです。面倒くさいからです、単純に。それが割と今の時代の背景だし、今後若い世代にどんどんシフトしていくと、そもそも SNS とかあと YouTube とかそういったデジタルに慣れてる人たちが多分購買の対象、皆さんがサービスを提供する対象になってくるケースもありますので、そうするとさらにその状況は加速していく。要はわざわざ店舗に行って買いに行く理由がないとそこに行かないということ、要は手に入れられてしまうものがある場合にはお店に行かなくなるという現象が普通に起きてくるということなんですね。これは現状でももうすでにそれが起きているし、私自身も企画のものとかは別に比較して価格 .com とかで買えばいいわけなので、早く楽に、要はお店に行く時間がもったいない、そのレジ決済で並んで何してっていう、この時間ももったいない、時間を重要視する人々が増えてくるようになるから、そのプロセスが省かれるっていうようになってきているのが、まあ、現状の世の中になってきています。なのでその時代において店舗がどんどんなくなっていきますけれども、逆にですね、その店舗じゃなくてもそこに行かなくてはいけない理由がある場合には、人は時間もお金も使ってその場所に行くわけですよね。でその一つが購入体験です。それを買うこと自体が楽しいとか、体験すること自体が楽しい。要は、教室業もただ技術を提供するだけとか、YouTube でわからないものを手さばきで教えるっていうことには価値はあるのかもしれないですけれども、購入体験っていう喜びにはなってないですよね。その教室に行くこと自体が楽しいとか、そこで出会う人とのご縁が嬉しいとか、その先生自体の話が面白いから先生自体に直接生で会ってみたいとかっていう、この体験を、その習えるスキルとともに提供できるかどうかが、教室業として流行っていけるかどうかの今後の分かれ目になっていくんですよね。だから例えば私はパンの先生だったんで、パンで言うと必要なことはどの道必要なんですよ、こねるっていう作業をどうやったらいいのかとか、丸めるとか、
1次発酵、2次発酵の焼き加減をどうっていう、まあ、そのプロセス自体を教えるっていうのはもちろん廃れてはいかないと思うんですけれども、教室が増えちゃったこのご時世において、それを教えてくれるだけでは消費者の人、まあ、私たちの立場から言うと生徒さんっていう人は満足いかなくなっちゃってるんですよね。だから購入体験っていうのは、まあ、何なのかっていうと、あらゆるそのサービスがある中でその教室を選ぶっていうことは、それに見合った付加価値がなくてはいけない。で、付加価値っていうのは必ずしも高い食材を使うとか、ものすごい変わったものを見せ続ける、やり続けるっていうことが付加価値ではないということなんですよね。そのお客様が一番今何を体験したいのか、何を欲しがってるのかっていうことを理解した上でサービスを提供するっていう、この時勢に合わせた柔軟さっていうことを理解できている、無意識でも有意識でもどっちでもいいんですけれども、そういう教室がやっぱり人気なんですよね。だから人は体験を欲しがるっていうことです。あと私の事例でちょっと外れた事例とか言うとですね、まあ、サックスを、私習って1年くらいになるんですけれども、YouTube とかに自分でね撮った録音のやつとか、まあ、上げていたりとかしています。で、まあ、それを見ているうちに、まあ、本当にその吹いてるのを見てみたいみたいなことで、まあ、実際に見に来たりとか、まあ、私が出張に行った先でね見せてるケースとかもあるんですけど、その時に言われるのがやっぱり動画とは全然違うと。まあ、当たり前ですけど音が違いますね。花火もそうなんですけど、テレビ越しで聞く花火のボンボンっていう音と、実際に会場に行ってその打ち上がるドーンっていう、こうお腹に突き上げるような地響きのようなあの音と、硝煙ですね、煙の匂いとか、ああいうのはそこの場所に行かないとやっぱり体験できないので、その何か体験することに価値を感じる、重きを置くという、それが今後の教室のおそらく価値になっていく。だからノウハウとかが無価値化してくるっていうのは、まあ前からお話をしてるんですけれども、ノウハウをいくら、YouTube とかで喋ったとしてもですね、それはむしろ逆に集客のためのツールになったりする。要はこの話をする、この先生に会いたいから行くみたいな、そういった方にですね、教室集客の肝みたいな、お客様が何を買いたいのかっていうことを理解して発信できる先生、まあその本質的なものが理解できてるかどうかっていうこともあるんですけれどもね。あとはその自分の個性をちゃんと理解して、お客様の話に迎合しすぎない、個性は失わないで、それをまた見に行く、再現を見に行くのが今の人たちの喜びの時流になるので。集客満席にしたいって思ってる人は、どちらかっていうとご自身の都合と概念と観念からはみ出ていない、出ていないっていうのが、まあ一番の多分問題で、体験をさせてあげること、してもらうことで喜びを人は得るんだっていうことを理解している場合には、そのまあエンターテインメント性とか、変わったことをしろって言ってるんじゃなくて、そのお客さんが体験したくなるようなことを教室の肝に持ってくることを考える頭を持っていかないと、今後の教室運営、選ばれる教室になるのは厳しいだろうなというふうに感じているのが、世の中の時流がそのように変わっていっている。AI 化どんどんしていく、SNS の、チルドレンというかですね、SNS 慣れした子どもたちが世の中の主流の購買層になってくるっていう、この時代の変化を捉えて教室業という捉え方も変わっていかないといけないので、まずご自身の概念ですね、まあ、集めたいっていう概念から集まってくるように、するための体験型ショッピング、教室のサービスを買うのもショッピングですからね。その場所に行かなければ買えない、その先生のレッスンでないと楽しくないみたいな。それができるのは、
百貨店よりも全然教室業の方がやりやすいのでですね、楽しい購入体験、購買体験は一体どういうことなのかっていうのは、サービスを構築していく上でも先生にはぜひ考えていただきたいことだなというふうに思って、今日は社会背景も含めたお話をさせていただきました。お話をまとめますと、集客をしたい、満席にしたいと思っている、教室の先生が一番最初にしなくてはいけないこと、それはお客様が今何を一番欲しがってるかを知り、その今に即したサービス商品を提供すること、これが必要になってくる答えです。ですので、ちょっとサービスが時流とずれてるなという方は、ぜひ一度この機会にですね、ご自身のサービスを点検してみるということをしていただけたらいいかなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは。